の首都東京。東京駅を中心に広がる日本経済を支える国際ビジネスセンター、大手町、丸の内、有楽町、このエリアを総称して大丸ユー地区と呼びます。江戸時代、大名屋敷として栄えていた当地区は、明治維新を境に官公庁街、そして陸軍練兵場などへと姿を変えます。その後、明治政府は草原となった当地区の市街化を決定。1890年、民間への払い下げによりビジネスセンターとしての歩みが始まりました。それでは、大丸ユー地区のビジネス面での優位性を紹介しましょう。まず、圧倒的な交通網、空港からのスピーディーなアクセス、東京駅を中心に数多くの鉄道、地下鉄が集積。これらにより、国内、海外へのスムーズなアクセスを実現しています。次に、世界トップ企業の集積。大丸ユー地区にはフォーチュン、グローバル500に選ばれた企業が数多く立地。国内外の有力企業が集まり、アジアにおける経済のグローバル拠点となっています。世界中から優秀な人材が集まる大丸ユー地区。革新的な事業創造をサポートする快適かつ多機能なオフィス空間に加え、ホールやカフェなど街の各所で起こる多様な人材との交流が新たなビジネスを創造していきます。そして快適な滞在環境、最高のサービスを提供するホテルやサービスアパートメントは、短期出張やファミリー帯同の長期滞在にも利用でき、きめ細やかなおもてなしが受けられます。健康的なワークスタイルの実現、充実したジム、スパ、フィットネスクラブ、多言語対応のインターナショナルな医療サービス施設が、この街で活躍する各国のビジネスパーソンの健康をサポートします。充実した歩行者ネットワーク、各ビルや鉄道駅は大丸ユー地区全体に広がる地下ネットワークで結ばれています。地上の活気あふれる歩行者空間と合わせ、人々の日々の移動を一層快適なものにしています。芸術、文化、上質なファッションやグルメを楽しめる施設も数多く存在。加えて、通りやビルの広場では様々なイベントを実施しています。一歩足を伸ばせば、周辺の街で一味違った多様な体験も可能。街で得られる豊かな体験が人々の心に刺激を与え、新たなイノベーションを生み出していきます。これからも大丸ユー地区は進化を続けていきます。情熱を持った人々が集い、さまざまな価値観がぶつかり合う化学反応の中、今まで想像もしなかったようなビジネスを生み出し、世界の豊かな未来を創造します。世界から選ばれる都市であり続けるため、大丸ユー地区は常に新たな価値を創造し続けます。多様な人々の交流と、そこから生まれる新たなイノベーション、この街は日本、そして世界のビジネスをこれからも牽引し続けます。
日本の首都東京。東京駅を中心に広がる日本経済を支える国際ビジネスセンター、大手町、丸の内、有楽町、このエリアを総称して大丸流地区と呼びます。江戸時代、大名屋敷として栄えていた東地区は、明治維新を境に官公庁街、そして陸軍練兵場などへと姿を変えます。その後、明治政府は増減となった東地区の市街化を決定。1890年、民間への払い下げによりビジネスセンターとしての歩みが始まりました。それでは大丸流地区のビジネス面での優位性を紹介しましょう。まず、圧倒的な交通網、空港からのスピーディーなアクセス、東京駅を中心に数多くの鉄道、地下鉄が集積。これらにより国内、海外へのスムーズなアクセスを実現しています。次に、世界トップ企業の集積。大丸流地区にはフォーチュングローバル500に選ばれた企業が数多く立地。国内外の有力企業が集まり、アジアにおける経済のグローバル拠点となっています。世界中から優秀な人材が集まる大丸流地区、革新的な事業創造をサポートする快適かつ多機能なオフィス空間に加え、ホールやカフェなど町の各所で起こる多様な人材との交流が新たなビジネスを創造していきます。そして、快適な滞在環境、最高のサービスを提供するホテルやサービスアパートメントは、短期出張やファミリー帯同の長期滞在にも利用でき、きめ細やかなおもてなしが受けられます。健康的なワークスタイルの実現、充実したジム、スパ、フィットネスクラブ、多言語対応のインターナショナルな医療サービス施設が、この街で活躍する各国のビジネスパーソンの健康をサポートします。充実した歩行者ネットワーク、各ビルや鉄道駅は大丸流地区全体に広がる地下ネットワークで結ばれています。地上の活気あふれる歩行者空間と合わせ、人々の日々の移動を一層快適なものにしています。芸術、文化、上質なファッションやグルメを楽しめる施設が数多く存在。加えて、通りやビルの広場では様々なイベントを実施しています。一歩足を伸ばせば、周辺の街で一味違った多様な体験も可能。街で得られる豊かな体験が人々の心に刺激を与え、新たなイノベーションを生み出していきます。これからも大丸流地区は進化を続けていきます。情熱を持った人々が集い、さまざまな価値観がぶつかり合う化学反応の中で、今まで想像もしなかったようなビジネスを生み出し、世界の豊かな未来を創造します。世界から選ばれる都市であり続けるため、大丸流地区は常に新たな価値を創造し続けます。多様な人々の交流と、そこから生まれる新たなイノベーション、この街は日本、そして世界のビジネスをこれからも牽引し続けます。